皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではゴスペル、バイブルからの希望あふれるメッセージをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、2023年の3月も半ばを過ぎております。まあ、3月と言いますとですね、私は個人的には東日本大震災の3月11日のことをよく思います。私も8年間気仙沼市というところに住んでですね、災害の復興支援活動をしていたんでありますけれども、まあ、その中で出会った方々のですね、人生の祝福を私たちはお祈りさせていただいております。まあ、どんな悲しいこと、辛いことがあってもですね、そこから前を向くというプロセスが必要なんじゃないかなと思います。まあ、そのためには悲しみを乗り越えたり、苦しみを乗り越えたりということが、まあ、私たちの人生には必要ですよね。で、このゴスペルではですね、このイエス・キリストの生涯というのが中心的な話題、ストーリーなんですけれども、イエス・キリストの人生で最も悲しむべきことというのは、どうでしょうか。客観的に見て、あの十字架ではないかと思います。もちろんこの悲しみというのはですね、あえて通られた悲しみです。神の御子、生ける神の御子キリストである、イエス・キリストがですね、悲しくて悲しくてしょうがないと言って、嘆き悲しんだだけではなくてですね、それは私たちの悲しみ、苦しみを代表して背負ってくださるというプロセス、イエス・キリストが私たちの悲しみ、苦しみを十字架で背負ってくださったゆえに、またそれを乗り越えて復活してくださったゆえに、私たちも人生の苦しみに耐えることができる、また新しく出発することができるということなんですよね。このイエス・キリストの十字架というのは、このちょうど春、3月、4月に起きたことなんですね。太陰暦ですから、バイブルは3月だったり4月だったりするんですけれども、月の暦においてですね、この杉越の祭りというこの中でイエス・キリストは十字架につけられました。そして杉越の祭りというのは、その最初の日に食事会をします。この食事会がですね、実は最後の晩餐であったとバイブルは記しております。そこではですね、ワイン、ブドウ酒を飲んで、また種を入れないパンを共に食するという、まあ、ここがメインなんですね。で、それがこのバイブルには記録されています。例えばこういう言葉があります。それから皆が食事をしていると、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これが私の体です。ね、種を入れないパン、まあ、イースト菌の入っていない、日本でいうとクラッカーのようなパンなんですけれども、まあ、それがですね、私の体だよ、罪のない体だよ、パンはですね、パン種、イースト菌を入れると膨らみますよね。このパンは種なしパンですから膨らまない、種のない体ですよということをイエス・キリストは教えておられました。まあ、今でもユダヤ教、またイスラエルではですね、この杉越の祭りが毎年祝われております。まあ、その中ではやはりこの種を入れないパンを裂いてみんなで食べるということが行われているんですけどもね、私たちはこのイエス・キリストが私たちの苦しみと悲しみを担ってくださったということから、今ある私たちが通り過ぎたこの悲しみも苦しみも必ずそれを通り抜けて復活の喜び、解決がある喜び、希望がある喜びへと導かれるんですよ、というのがバイブル・ゴスペルのメッセージです。この春、私はいつもですね、桜が咲いてくる、こんな季節にその復活の喜びをかみしめております。どうかこの放送を聞く全ての方々が、この春にイエス・キリストが悲しみを取ってくださった、担ってくださったということを知ることができますように心からお祈りしたいと思います。これが今日のホープアベニューでした。また次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. Please remember, Jesus loves you. Bye bye.